疲れです。お疲れです。お疲れです。もう帰ろう。お前はいいな。早く帰ろう。お前みたいなやつを時間だけ働いとかないと。タバコだけ吸って帰って、いや、さっきから行ってくださいよ。あれ、しゃべるわ。え、しゃべるぞ。オッケー。めっちゃ敬語でしゃべる。お疲れ。お疲れ。お疲れっす。よし、はいよ。ジュ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 はい、どうした？はい、どうした？やられてんぞ。え、何をやられてんの？あの、皆さん、あの、残業価格です。え、何？下来て、マジで、マジで、これ。え、みんな？もう、ここの、多分、お前ら二人だわ。今からランク戦始まったの。あれ？ランク戦どころじゃねえよ、もうこれ。それ。やっぱ。それ。やっぱ。旗迷惑だから、どっかして。え、なにこれ？うるせえし、傷つくし。で、見てこれ。お前なんか普通に何もしてて、お前、あ、調査しがみだろ。そうだね、無記録。お前だろ、自作順だ。自作順だってんだよ。お前さ。はい、もう腹立ったからこの状態で回します。あ、あ、あ、はい、OK です。OK です。OK です。どこいつも。あれだろ、絶対。こいつじゃん。だから、こいつしてきますから。なつしたら、あの、俺じゃないやつ結ぶから。なんかわざとらしいわ、なんか。必死だな、サブチャンネル。お前さ、だってね、僕もなんだ、金も稼いでる。お前さ、通知も稼いでる。ゴミみたいな。こっも再生されねえよ、これ。そうだから。あれ、通知はな、YouTube 側の問題になっつって。もういいやつって書いてあるの。お仕事お疲れ様です。そんな楽しいんです。今から皆さんに殺しをしてもらいます。書いてねえよ。お仕事お疲れ様です、はい、一刻も早く家に帰りたいでしょうが、お三方のバイクと自転車に誤って鍵をかけてしまいました。どうしても帰りたければスタジオ内に残された4つの謎を解いてみろ。1つ目の謎はリビングの机の上に置かれている。では皆様がなるべく早く帰れるように健闘を祈りますらしいっすよ。ほんとキモくね、これ。
なんか丸みを見えてるんだけど。確かに終始ね、小馬鹿にされてんだよ。遡ること30分前、とある一人の男がスタジオのありとあらゆる箇所に隠しカメラを設置した。その数全7台。その後定時になるとメンバーである岩田、西を帰宅させ、自分も足早に去っていったと思われたが、その男は帰り際スタジオに残された飯野、須藤、安西が通勤で使用している自転車やバイクに鍵のついたチェーンをかけてしまったのだ。鍵を開け、チェーンを回収する方法はただ一つ。スタジオ内に隠された4つの謎を解いていき、鍵の在りかを見つけ出すことだ。飯野、須藤、安西の3人は全ての謎を解き、無事に帰宅の手段である自転車を取り戻すことはできるのだろうか。となのな。ちゃんとさ、なんか日本語を書ける人が問題作ってほしいよね。これ何？これだけ？一ってことはもう。すっげえカメラあるんだよってか。すっげえカメラなんだ。これだけでこんないる？これが問題ってこと？まだやるでしょう。どういうことなのこれ？え、何？スタジオ内がさ、四つの四つの謎を解いてみろ。一つ目の謎、リビングの机に置かれて。では皆さんお願いします。四つの謎を解いてみろって。これがまずどれにくっつくのかわかんないんだけど、数字とかさ。物とか一つぐらい混ぜってことね。あ、これあれか、わかっ、これ全部この並べ替えればいいんじゃない？めんどくさ。見てちかち、もし糸なのな。へぇ、この点は何なの？ね、これ意味あんの？しかもこのサイズが違うとかもあるわけでしょ。そう、なんか下がね、小さいっすね。いいの、いい、消し、チカチ、西、西って、に、なのなと、力なき人間は排除する。なるほど。一人、殺せってことか。殺したら次の謎出てくる。そういうことか。あ、マジで、そう、そうみたいな展開これ。ででで、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 どうすか。もう分かんねえよ、これ。チカチとナノナみたいなさ、なんか関連性的な、なんかあるよね、これ。てかさ、多分これじゃもういいんじゃん。うん、別にこっから出れないってわけじゃないじゃん。うん、なんか次の探しに行けばいいんだよ。まずはリビングの机を解いてみろって書いてあるじゃん。だから次どこにあるってこと。これ4つでしょ。うん、あれなんじゃない、なんかキーナンバーなんじゃない。あのチェーンのあれのね、一つ一つが。ああ、確かに。ってことは、数字？数字なんじゃない？一個一個、この4つの問題ごとに数字が分かるってこと？じゃないの、多分。え、でもさ、仮にこれの数字が分かったとしてさ、うん、そうするとさ、2個目以降の問題、俺たち、迷子になるよ。次のヒントみたいなのがないとさ、俺おかしいよな。今回は、全部で4つの謎が隠されている。すべての謎を一つ一つクリアしていかなければならない。そして最後の謎を解いた時、チェーンについている
鍵の4桁のキーナンバーをゲットすることができる。加えて一つ謎をクリアするごとに次の謎解きへのルートが示される仕組みとなっている。でも最後に数字が、最後に数字なのかな。そういうこと？最後の問題解いたら数字、ね、でこれが数字ってわけじゃないのね。これ次の問題の場所じゃないと、次の問題どこにあるか、うん、どんどん解いていって、最後解いていった場所に4までの数字があるみたいなこと？そうじゃない。もし2て多分もうこれが良くないんだと思うわ。このなんかもう並べ替えようとしてる頭が今ならこのチェーンは多分デザイン、デザインでしょ。これは成功法もわかんないわ。なんだこれ。並び替えぐらいしか俺もう思い浮かばない。ヒントなさすぎないこれ。一回じゃあ2階のでやってみる。2階のでやってみる。消してか、消してか、うん、か、うん、か、いい、いい、の、の、2階の、で、ちち、ケチチなのが意外のケチチなのがケチチケチチってなっちゃうもんな、なんかもうケチチなんだよな。チイト頭おかしくなるわねえ。ヒントキーボード、何だ、キーボード、ね、うわ、俺のままじゃ合ってないちょっとこれ使ってみようぜ。それ使ってみよう。に小さいのが、なんかこのまま打つんじゃなくて、なんか小さいのがなんかありそう、意味が2でしょ。ま、2だからまず N だよね。あ、違うか。どっちなのか、日本語もあるよね。日本語もあるよね。あ、はい。2がここで、手がどこだ。 IW? じゃあ書いとく。 IW 日本語なんて見たことある、追ったことねえ。ケイモ A、A、2は T じゃない T、あ、で、ただただの、のがの、のがなんだっけ、K で、U が何、岩田クペスクか、難しすぎない。岩田ののデスクじゃないの。ああ、岩田のデスクだ。デスクか。今回の謎は、 YouTuber には馴染みの深いパソコンのキーボードを使うことによって解くことができる。紙に書かれた文字をキーボードの日本語配列に照らし合わせると IWATADESUK の文字が現れ、答えは岩田のデスクと導き出すことができる。なるほどね。こっちなんで机じゃなくてわざわざデスクにしてきたのかは知らんけど。いや、あとなぜかノーマ読まれてないし。ちょっと待ってください。僕がヒントを出しちゃいました。一番最初に。僕はノーマ。上行けますか。行きますか。というわけで。岩田のデスクへ向かいましょう。汚ねえ、ここで久々に見たかったんだよこれ。配線やばすぎだろすごいね、岩田のデスクって。ええ、ちょっと待って、そこから紙があるとかじゃないのこれ。いや、やるんだよこれ。もうここまでお前変な細工すんなよ。
うわぁ、なるほどね。これあれじゃん、よく老人がやるやつじゃない？俺これ、俺あれだ、クロスワード、クロスワード、うわ、俺一番嫌なやつだわ。いやもう俺一番やりたくないやつだこれ。タバコ吸おうぜ。さあ、移動しないから物かけたもんじゃねえこの辺。うん、マジ豚部屋だなここ。なんか世界と世界最